Nossa, nossa, assim.皆さんこんにちは。レアルマドリード対マンチェスターユナイテッド、解説には元日本代表の北澤剛さんをお招きしています。北澤さん、よろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いします。さあ北澤さん、今日の対戦ですが豪華な顔ぶれになりました。まあそう、こういった対戦があるわけではないですからね、こちらワクワクしてきますよね。そうですね、両チームの選手の姿が見えてきました。選手入場です。です。キックオフ。本日の主審はマリオ・ペドロッティさんです。左サイド。ラサナディアラ、右サイド長いボール、
ペペ。ファビオ・コエントロン。さらに前線。つながらない。ボールは奪われます。さあ、いいボールだ。さあ、シュート。惜しい。セルヒオ・ラモス。ディマリア。中に誰かいます。上がってくる。これはシュートする。ゴール。レアル先制のゴールを挙げました。レアル先制ゴールで1点を得ています。そうですね、とにかく点が動いたんでね、ここからさらに注目ですよね。サナディアラ。中には一人。これを奪い返した。ヘッド。おっと、ゴールなりません。マンチェスターユナイテッド。クロスから頭で合わせましたが及びません。そうですね、あと少しだけね、対応早ければよかったんでしょうけどね。また奪った。抜き去ります。シュート。うわ、しかしキーパーの反応早いですよね。はい、非常にセービング力の高い選手です。シャビアロンソ、右ウィング、メストエジル。やや中のフォローが遅いか。シュート、相手に当たった。さあ、レアル最初のコーナーキック。右サイドだ。サイドから行く。ぴったり来た。さあ、シュート。かろうじてクリアしました。カット。ペペ。アルベロア。ラサナディアラ。シャビアロンソ。つながる。おっと、危ないところでファールです。これは直接でしょうか。狙ってきた。ジャストミートしません。